こんにちは。11月にももう早いもので、なりまして、秋冬の今シーズンのアイテムがほぼほぼ入荷が終わっている状況です。まだこれからもですね、入荷を控えているアイテムもあるんですけれども、あらかた出揃ったかなというところで、これからはですね、ちょっとカタログ的に各アイテムをご紹介していけたらなと思っておりますので、ご覧いただけたらと思います。で、一応最高のとか、至高のとか、あまり個人的に強い言葉は使いたくはないところではございますけれども、その方が分かりやすいかなというところと、あと結局何でしょう、仕入れに関しては僕らが最高だなと思うアイテムしか仕入れておりませんので、そこは嘘偽りなく見ていただけたらなと思いますので、どうぞお付き合いいただけたらと思います。はい、それでは早速ご紹介していきたいと思います。今日ご紹介するのは、キャプテンサンシャインですね。キャプテンサンシャインの、ショートミルコートです。結構ショート丈のアウターをお探しの方も、多いのは多いんですけど、キャプテンサンシャインのこちらはですね、ポリエステルと和紙の素材を、表地に使ってまして、本当にこう気軽に、ちょっとジャンパー的な感覚でですね、割とこう使い勝手のいいそんなアイテムかなと思っております。ディテールとしてはポケットのフラップの感じとか、あとはこの肘のあたりのタックとか、割とこうモッズコートのイメージはあるんですけど、それをこうバストショートに、切っちゃって、で、襟の形とか、前立ての仕様とか、割ともうキャプテンサンシャインらしいこう着地になっているかなと思います。全体としてはすごくこうシンプルな見た目にまとまっているんですけど、素材感ですとか、各ディテールがすごくこう気が利いていて、で、単純にですね、裏地も総裏でキャプテンサンシャインオリジナル の、 ウールの裏地がついてますので、軽くてある程度防風性もありまして、撥水性もあって、で、保温性もあるという、本当にこういつでも頼りやすいそんなアウターかなと思います。はい、それでは早速着てみました。僕で175センチ、55キロで、今サイズ38を着ております。もともと36、38、40で仕入れていたんですけれど、36が完売してまして、今38と40でご用意してます。もともとですね、ショート丈ではあるんですけど、身幅、袖幅、あと裾幅はかなりこう広く目に取られているブルゾンなので、このバランス感がいいキャラクターになっているかなと思います。で、何でしょう、割とこうジップを上まで締めていただいたりすると、ネックの高い位置まで、非常に保温性も高まるので、寒い時なんかはもうマフラーいらずで、こんな感じで使っていただいてもいいですし、ダブルジップで何か自転車漕ぐ時とかちょっと動くなっていう時は下開放していただいてもいいと思いますし、いろんなこう着方ができる形かなと思います。もともと袖もフラップで調整可能なので、まず軽くこう絞っていただいたりとか、あと裾もですね、ドローコード入っているので、裾を絞っていただくとまたシルエットが全然変わってきます。個人的には裾をこうグッと絞っていただいた時の、バランス感が非常に好きなので、裾を絞っていただくのがかなりおすすめかなと思っております。はい、結構その絞らないとボリューム感がこう強調されるんですけど、絞っていただくとそのメリハリが出るシルエットになるので、あんまりボリューム出したくないなっていう方はちょっと一回絞ってみていただいたりすると、意外とフィットしたりするので、ぜひ試してみていただけたらと思います。はい、あとはですね、冬本番になってくると、
まあ、先ほどマフラーいらずと申しましたが、まあ、マフラーを巻きたい時もあると思いますので、はい、まあ、そういう時は襟を折っていただいて、適当に巻いていただいたりとか、まあ、あとはちょっと厚地のカシミヤのニットとかも、まあ、着込みやすい形はしているので、肩周りも非常にゆとりがあって、まあ、厚手の、ニット、スウェット、なんかはすごく着ていただきやすいかなと思います。で、まあ、手袋もしていただければ、結構今この状態でもだいぶあったかいので、まあ、ショート丈って割とこうロングに比べると保温性が不安な、アイテムも多いのは多いんですけれども、まあ、意外と、しっかりあったかい、そんなアイテムですので、はい、まあ、幅広いこうシーズンで使っていただきやすいアイテムかなと思います。で、まあ、着込んでいただくとですね、最初ちょっと張りがあるんですけど、気持ちこう生地がくたっとしてきて馴染んで、より良い雰囲気になっていくと思いますので、はい、まあ、そのあたりも楽しみに、していただけたらいいなと、はい、思います。まあ、ぜひお試しいただけたら嬉しいです。はい、こんな感じで、サクッとご紹介してまいりましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、不適で、まあ、いろいろアイテム揃ってますので、ご紹介していけたらなと思いますので、はい、今後ともお付き合いいただけたらと思います。ありがとうございました。